はい、どうも。はい、どうも。カインドネスです。今回は、今週狙ってる、靴の紹介に行きたいと思います。はい、まずはこれですね。はい、エアズームヘイブンですね。これはあのエアマックス97とエアズームヘイブンの、融合モデルになりますね。5月の8日に発売になる分です、ね。エディソン・チャンのクロットがコラボしてるってことですよね。あ、そうです、そうです。はい、まあ、あのエディソン・チャンといえば、もう僕らの別の動画で、長めの動画で説明してるんで、はい、説明してるんで、頑張って話してるんで、はい、リンク貼っとくんで、また気になる方は見てもらったら。まああのはい、別の、 あのクロットのコラボ の、 あのナイキのモデルの靴を僕は1個持ってるの で、 いいで、ね、まあ、それを紹介してたっていう動画ですね。はい、まあ、あの3色出るんですけど、ちなみにどの色を狙ってるんですか。いや、それはね、帰ってからの、まあ、変えてからかな、まあ、もしお楽しみということで、あ、はい、まあ、変えたら紹介しますね。はい、はい、それともう一つ、5月の11日に発売されるエアジョーダン1と、トラビス・フックスコットの、コラボモデルですね。これも、欲しいなと思っているので、狙いたいと思います。こいつです。あ、これってあれですよね、あのトラビス・スコットがあの2月のグラミーのパフォーマンスに何か履いてたモデルなんですかね。あ、なんかあのローモデルの方履いてる。あ、じゃあローなんですか。はいはい、確かあのパフォーマンスしてる間になんかゲリラ的に発売して、でパフォーマンスが終わった時にその締め切ったっていうような話を聞いたんですけど、まあ、よくわかんないんで、その辺詳しい人がいたらあのコメント欄の方に書いてもらえれば嬉しいですね。はい、なかなか粋なことする、あれ、そうですね、販売の仕方です。あとね、僕これ見て思ったんですけど、あの批評の出方っていうんですかね、が、あのトラビス・スコットがこうフィアレスが被ってるようなあの、はい、キャップの被り方で、ここは少しだけなんかこう、なんていうんですかね、髪の毛がチュルチュルっていう風に出てるんですけど、多分それを、これはモチーフにしたというかトレースしたような気がするんですけど、あ、この写真の撮り方ね、まあ、あくまで僕の見解なんですけど、はい、まあ、僕も欲しいですね。はい、はい、まあこれもね、なんかあの抽選方式みたいなんで、まあ当たるかどうか、うん、みたいな感じですけど、はい、ではこれもあのチャレンジしていきたいんで、その時の動画も上げていきたいと思います。それではですね、まあ、気になる方は、チャンネル登録の方をして、結果の方お待ちください。はい、帰ったらまたレビューしますので、それではよろしくお願いします。失礼します。カイドネスでした。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust, so.